うわ、最悪なんだけど、合わねえじゃんこれ。合わねえよ。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味の無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。もうね、これダメなんだよね、うん、もうね、ここがくる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 回んねえじゃん。違う、何がダメだったんだっけ、これ。そうだ、何やってもダメだったんだ。いろいろ試したんですが、全くダメだったんです。なので、クローン3285を購入いたしました。もうこうなればさ、何がダメだ、これ。まあよくあるんですよね、このガリガリ音やゼンマイが負けない。クローン系ではよくあります。本当によくあるこの不具合なんですが、今回何やってもダメだったんですよ。で、まあいろんなね、3235だとかを引っ張り出してきて、そのパーツを交換したりだとかもしたんですが、何やっても直らないこのガリガリってことで、ムーブメントごと変えようと思ってムーブメントごと購入してみました。うわ、最悪なんだけど、合わねえじゃんこれ。合わねえよ。ここで合わねえかな。合わねえよ、もう。では何が違うのか見ていきましょう。左側が購入した3285、右側が購入した3285、どちらとも刻印は同じなんです。見てください、大きさが若干違うでしょう。そして形も少し違うの分かります。あと何よりカレンダーディスクの形も違うんですよ。大きさが違うというんですかね。そしてまた真ん中ですね、真ん中のそのいろいろなパーツのなんていうのかな、配置が違ってるんですよ。もう全てが違うの。もうなんだよと思って。これはよくあるんですよね、この仕様変更による、あの合わないっていうのは。これじゃあね、裏面がどうなってるのっていうのも見ていきましょう。ちょっとまあ今組み直しちゃいましたけど、見比べて見ていきましょう。分からんでしょ。分かるかな、これ買ったやつ。さっきも表側が違うんだよね、表側が違うの。これ組み直したんだけど、分かる、全然分からないでしょ。わからないんだよこれ。でも刻印もあるし、この辺のビスのこういう感じ、ほら、わかる、全然わからないの。それなのに合わないの。これが仕様変更です。刻印が全く同じだね、ほら、刻印が全く同じ。これがね、仕様変更なんだよね。もう最悪なんだけど、もうね、クローンはもうやりません。もうやらない、今後もうやらないわ。てかやんないよこんなの。
修理のしようがないもん、こんなんな。なんでこういう作り方するんだろう。テンプの感じも一緒でしょ、全部一緒。これじゃさ、わからんって。買いようがない、パーツの買いようがないんだもん。なんなんだろう、本当に。もうクローンはね、だからもうやらない、やめよう。こんなんやってたら時間の無駄だわ、本当に。ゼンマイの不具合なんで、ゼンマイも見たんだけどダメだね、うん、この形が違う、いろいろ変えてんだ。多分このカリカリはこのね、こっちのモデルで発生したから、多分カリカリをなくするためにウケにつけてるんだよ、ほらわかる。こっちが新しい方、こっちは古い方だね。では黄色丸のところを見てください。そう、購入した3285は、まあもともと依頼品の3285もこのここのパーツが原因でカリカリ言ってたんですよ。それが対策されてるんです。対策パーツがすでにこちらに入ってるんですが、対策されていたにもかかわらずそれが合わないんです。いやー最悪なんだけど。まあこういう感じです。仕様変更で合わないのよくありますから。ダメでした。まあこれがだからクローンの仕様変更による直せなさなんですよ。直せないの、仕様変更によって。こうなるから気をつけてって言ってんの。こうなるんだもん、こうなっちゃうの。これはひどいわ。ということでですよ、ひどいでしょ。いや最悪なんだけど。3285は結構新しいので大丈夫かなと思ってたんですよ。まあ全く疑わずに買ってました。でまあさすがにちゃんとね、画像を見てできっちり合うのを全く同じっていうのを探して買うんですよ。それでもこうやって合わないんですよ。でまあカリカリ言うんですよ。でカリカリなるポイントがもうすでに対策されていたんだよね。対策されていたんだけど、それがそもそも合わないんだよね。どういうことやと思って。これがクローン系なんです。これがクローン系なんです。だから修理できない。もうこれね、もともとこっちですね、こっちに入っていたものもうね、探したけどない。これないんですよ。ムーブメントがないんです。じゃどうやって直すのって、今もう、ね、見てもらった通り直しようがないんですよ。直しようがないの。だってカレンダーディスクもなんかちょっと違うし、大きさも違うし、直しようがないんですよ。ひどいでしょ。これがクローン系です。だから買うなって言ってるんです。まあ当然この買ったパーツはね、依頼者さんに払ってもらいますよ。それはコピー買った人が悪いですから。もうね、やクローン系はね、やりません。これね、3、4回ばらしてるんですよ。3、4回ばらして、うんで、まあパーツ購入して、またパーツ来て、まあ当然これは払ってもらえますけど、俺の作業費は全くもってかかってない状態ですからね。そうでしょう。だからやるだけ無駄なんです。無駄足踏んでるんです。無駄なことやってるんです。いや最悪だなと思って。すげえ時間かかってんだよ。何回まで輪列ばらしてんだよ。頭くるでしょ。頭くんだよ。だからもうクローン系はやらない、根本的にやらない方向にします。やれないもの、これ見て分かる通りやれないんです。なのでまあどうしてもやりたい、やってくれっていう人はまあ成功報酬でやってますけど、いつも作業報酬にします。だから作業時間も直っても直らなくても作業時間で請求はするようにしないとダメだね。時間の無駄だもん。何日無駄にしたこれで、ね、やったのか。本当に頭くるな。なんでこういう作り方やすっかな。だからいいのは買わないでください。クローン系はね、ほんとこうだから。そしてね、
高いんです。クローン系は高いし、こんなように壊れるんです。で壊れたら直せないです。どうします、どうする、これカリカリなるんですよ。カリカリなってんの、ほらガリガリってなんだよ。だからガリガリなるポイントは分かってたんで、であそこだけ変えようと思ったんですけど、あそこはもうすでに対策されていて、それすら合わなかったんだよ。でGタが違うもんだから、Gタごと交換しないとダメ。そしてそうすると上に乗ってるあのカレンダーモジュールだけ交換しようと思ったんですよ。でその穴が合わないんだよね、わかる。だからもう時間の無駄だから、クローン系はもう今後ねやらない、やりません。やれないもの、いいのは買わないで皆さん。こうだから、こういう風になっちゃうから、本当にやったまくな、本当に。もうクロン系はやめよう、ダメだ、うん、やめましょう。まあやめましょうっていうか、もう修理できない、時間の無駄だし、あとねパーツをね、まあ、払ってもらうにしろ、パーツだってさ無駄になるでしょ。何より俺の作業時間も無駄になるし、すごい時間かかるんだよ。何回もバラしたことか。パーツ代は払ってもらいますが、パーツ代だけだよ、無駄でしょ。だからね、こういうことが起きるんです。だからクローン系は本当に買うのやめて、絶対に壊れるから、直せないから、本当にやめてください。でまあ直せない、本当に直せるっていうか、まあね、リューズの交換ぐらいはできるよ。リューズの交換ぐらいはできますけど、根本的なそのムーブメントの壊れというのは、要はパーツがあって修理できるもんですから、パーツがないと何ともできないんだよ。それがクローン系なんですよ。今回ね、もう明らかにこの目の当たりにした悪さ、なのでまあ今後はね、あのクローン系はね基本的にやりません。まあ何としてもやってくれという人は治らないかもしれないけど、その分の作業時間はかかりますから、その分のねパーツ代や作業時間費やそういったものはね払ってもらえます。何度も言いますけど、コピーを買った人が悪いですからね。コピーを買う人が悪いんです。一番悪いのは作るのが悪いんだけどね作るのが悪いから、買います、買うな、これだけは絶対に買うな。クローン系だけは絶対に買っちゃダメですからね。壊れるし、高いし、直せないし、絶対に買ってはダメですからね。ちょっと声を荒げましたけども、本当にね、多い。なのでまあ今後はね、やりません。やらない方向にしますんで。ってことでね、まあ結構あるな。結構ある。3285、新しい目だから結構仕様変更されてるのか。いやそうでもないな。3135とかもう古いから、もう触ってない、いじってない感じがするんだよね、多分いじってない感じだよな。 いじってないというか、もう仕様変更してない感じ。この辺はまだ新しいから仕様変更してってるんだろう、まあ、模索してんだろうね。模索しても、まあ、まあ見りゃ分かるんですけどね、中見ればもうすぐ分かるんですよ。添付の形とかですぐはね、コピーだって分かっちゃうんだけど、それでもね欲しいのかな。まあまあとにかくクローン系は買わないでください。こういうことが起きますからね。ということで、こういった意味の作業はインスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。あとは修理依頼ですね、そちらの方でクローン、違うクローン、今クローンのあれじゃない、メッセージを飛ばしてください。本日もご視聴ありがとうございました。いやひどいな、本当今回はひどかったな。